発車場周辺で戦闘が始まって数分後共和国ジェット戦闘機の後ですね、丸型モニターが並んだ指揮所。 に画面が切り替わるとその時に鼻歌のような声が聞こえます何と言っているのか未だにわかりません女性オペレーターの現在宇宙船は独立して作動中というセリフの直前です高校生の時に映画館で見て以来35年間ずっと抱えている疑問ですどうぞ回答よろしくお願いしますというですね僕も聞いた瞬間ああのセリフねって分かったぐらいです覚えてるっていうかですあの辺のセリフって本当に純粋にアポロ計画の時とかですねアポロ計画のもっと前からマーキュリーかマーキュリー宇宙カプセルあたりのどんなことを 言ってるのかから取ってきてき組み立てたので、はっきんめ Hulu で確認しました1時間45分30秒の辺りですねじいさんがしゃべってる鼻歌みたいに聞こえるのは主電源切り替え終了って言ってるんですよ主電源切り替え終了って言うと次女性のオペレーターが現在宇宙船を独立して作動中と言ってるとこの2つのセリフはペアになっててですねこの時点までですね直前まで宇宙船は外部電源だったと。 外部から電源コードがつながっていて宇宙船内の電電源源は外部電源だったとで。それを主電源切り替えたので宇宙船の中の内部のバッテリーで作動を始めたと。だから あの女性オペレーターが次に現在宇宙船は独立して作動中って言うんですよ。国内線でも国際線でも飛行機乗るじゃないですかで飛行機乗ったらですねドアが閉まりますよね全員乗ったらでドアが閉まった後、ポポンって音がしてで一瞬照明がふっちょっとだけ暗くなってすぐ明るくなるってそれも毎回ありますよね。 あれが飛行機のです、ね、主電源切り替えです。実はです、ね、あのポーンとなるまでは飛行機は外部からのコンセントで,です、ね、バッテリー積んだ車かなそれともあの地面の下にあるのかもかんないんですけども電電源源が外外側ににあっってです、ね、て飛行機もです、ね、外部電源に寄ってるんですよねで。そのポーンの時にドアを閉めた時に外部電源切り離して内部電源バッテリーに切り替わるから飛行機の照明が一瞬暗くなるんですけどもそれと同じだと思ってください。